Hello 啦，欢迎回到我们的英雄时刻。今天要介绍就是这个 Tsukiyomi 的表头，然后这个是假面骑士的头的样子，之后还有 Lida 形成了一个月亮的形状，之后这是他的照片美人照。他前期的角色的那个公开的照片，之后旁边是他表头的样子，后面是那个拼图，然后下面这个是 Tsukiyomi 的标志亮起来，这是握子的表头跟 Tsukiyomi 的表头。那我们现在就可以把它打开啦，然后就把它打开。不好打开。好，打开，然后把它抽出来。哎呀，这表头是倒过来的。好，拿出来啦 ，Tsukiyomi 的表头。它比想象中还要白耶，它这个有种很像透明白色的感觉，后面的白色比较实色，比较没有那种感觉，它前面这种比较白的感觉。那我们来看一下它正面，然后旋转这个它的盖子，那盖子就可以变成 Tsukiyomi 完成的脸。那上面那按钮还是有，然后它的喇叭的位置，因为都摆了，结果喇叭黑色的位置就很明显。然后它背后，下面到上面这边，这边有写一个卡门，那我们就可以把它的这个绝缘片拔掉，然后启动。然后它喊出来 Tsukiyomi， 然后再按一下。也是 Time Machine， 也是魔神。然后他这边有写，他是卡卡亚基哈纳子米卡兹基马斯克的女性ライダーは月読みだ。那他就是说是女性骑士。然后他当时大家都说他是算是令和第一个。那应该。还是平成骑士啊，毕竟他还是平成骑士的嘛，只是时王都做到令和，也不可能说他是令和啊。然后他长这三个声音再按一次，长按就会换成他的台词。哦，有一个钟的声音。那我们来看他的台词部分。哦啊，很瘦狗。都叫人名。第一集的台词。あなたが本当に大間違うかどうか、近くで観察させてもらうから。わからない。でも少なくとも今の相互が魔王にならないように導きたい。そう思ってる。やっぱり私は私の目で判断する。ねえ、相互はどうして王様になるって決めたの？ねえ、今だからこそ聞かせて。ゲイツは、あの相互が本当に私たちの知る大魔女王になると思う？相互が時空を超え始めた。あの強い力を私たちは知っている。
あれは大文字王の力よ。ふさ？悲しいけど、私たちが取るべき選択は見えたね。相互の力は私たちの想像を凌駕しつつある。私たちが取るべき選択は、そう、大魔女王を倒すこと。相互の力は未来を予知するなんて生優しいものじゃない。もしかしたら自分の思った未来を作り出してしまうという力。ギーツ、私怖いの。うん、私も世界を良くしたい。過去に何があっても、私が本当は誰でも関係ない。だって私は私だから。ん、私どんな過去でもちゃんと受け止めてみせます。私が帰ったら相互が大文字王になってしまう。ミハル、もう少し時間をくれない？私もあなたが言ってることが正しいと思う。でも私たちは相互に出会って初めて未来に希望を持ったから。若い頃の大魔女王が時を超えてきたっていうの？ヘピ兄さん、仮面ライダーの力を手に入れました。この力、必ず兄さんのお役に立つはず。あ、あ、すいません、这声音变声完之后变得很认真很粗，就变很有那个力量。私も王家の一員、我が世界を守るためなら何でもする。这个继续。無駄なあがきはよしなさい。滅びは止められない。ああ、あなたのような王はいらない。啊，这个已经童哥哥。结束之后就换新世界了。啊，对，最后就换他摔，只给我米，啊，不是，只给我米摔那个 gate。那这个台词就到这边，那我们就是要用胶带。那这个，那我们启动腰带。嗯，然后像只给我米一样。刚好难哦。安心。啊，他就跟盖茨一样写2068。然后必杀技。啊，是 time jack。这边没有写，不知道。那这一次。
오케이 오케이. 아, 헨싱. 那我们就这样咯，拜拜。